D300 では写真の雰囲気が選べる機能が変わりました。従来の、ね、D80 などではですね、仕上がり設定と呼ばれていたんですけれども、今回の、ね、D300 ですね、同時に発表された D3 もそうなんですけれども、ピクチャーコントロールシステムという形のものに変わりました。で、具体的にどういうものかと言いますと、はい、こちらをご覧いただくと分かるんですが、はい、大きく、ね、4つ選ぶことができます。上から、適度な鮮やかさを加えてですね、見た感じね、気持ちいい仕上がりになる、スタンダードと、素材のね、色を生かす形で、自然な雰囲気に仕上がるニュートラルで、続けて、鮮やかさがですね、加えられるビビットと、モノクロ、白黒ですねの、4つから選ぶことができます。で、細かいところがですね、この下に深く入ればですね、その例えばスタンダードやニュートラルの中でですね、コントラストや明るさなどをお好みでチューニングをしてもらうことも可能となっています。で、ちょっとこの写真を見ていただきましょう。はい、こちらの写真、これだけ見てるとね、とても綺麗に仕上がってるんですが、実は雨降りの日に撮影をしたものです。よく、ご覧いただくと分かるんですが、そうは言ってもね、例えばこの赤い屋根とかですね、周辺の緑、こちらの車のね、屋根の黄色い部分とかもですね、とても適度なね、鮮やかさで、自然にね、仕上がっているんじゃないかなと思います。このね、自然な感じを残しつつ、適度な鮮やかさを加えるこのビビットモードなんてあたりですね、ニコンの絵作りの良さではないでしょうか。